どうもこんにちは、トムジョーと申します。よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。今日はですね、見てください。ちょっとね、いつもと違うところに来てるんですよ。今日どこに来てるかって言いますと、うたらんチャンネルのスイさんのご自宅にやってきました。イエス。なぜ、こちらにやってきてるかと言いますと、なんとね、うたらんチャンネルのスイさん、実は、シンガーソングランナーということで、プロの歌手で歌を歌いながら、まあ、走ったりしてるっていう動画とかをね、YouTube に上げてるんですけれども、なんと、タムジョーのために歌をね、作ってくださったということでね、めちゃめちゃ嬉しいなーなんて思うんですよ。で、なぜ、歌を作ってくださったかと言いますと、僕ね、3月20日に、なんと、YouTube を始めて、1年が経つんですよ。はい。で、1年が経つんで、まあ、そのね、まあ、記念というか、1年記念で、タムジョーのためだけに、歌をね、特別に作ってくださったということでね、呼んでみたいと思います。では、スイさん、お願いします。どうもー。どうもなんでマッサージガン持ってるんですか。はい。歌ランチャンネルの、スイさんです。イエス。シンガーソングライターのスイでーす。はい。なんと、タムジョーのために、歌を作ってくださったということで、はい、タムジョーくんの好きな曲とか、そうですね。こういう曲をやっぱ作ってほしいみたいな思いを聞いたときに、はいはい、あ、私としてもやっぱ作りたいと思ったんですよね。まあ、僕、その曲、もう何回も聞いてるんですけど、かなり感動というか、かなり素晴らしくないですか？あのね、私もね、めっちゃいい曲作れると思ったのよ。タムジョー君がいなかったら絶対作れなかったから。あ、本当ですか？本当にいい曲になったなって思いました。歌詞もやっぱり、そうですね、まあ僕と撮影者の話とか、うんうん、あと僕と親友の竹とかの歌詞を考えてちょっと、まあ、組み込んだような歌なので、うんうんね、その思いも感じ取ってもらえたら嬉しいなって思いますね。そしてもうこの中に組み込んだのは、はい、あの、ほんとタムジョーくんの、もういつもこうやって見てくれてるファンへの、そのタムジョーくんがいつも感謝してる気持ち、そうですね、をもうほんと詰め込みましたし、ここにこう最後、あの、君が笑顔になってくれたら嬉しいなっていうフレーズもあるんですけど、あ、みんなが笑顔になれるようなね、そうですね、逆にやっぱ笑いを届けたいっていうのはありますね。はい、はい、いきます。それでは早速やっていきましょう。君がくれた希望を今度
ましょう。